どうもー、なおっちです。イブその11だったかな。続きの方やっていきましょう。前回から、エンディングをね、別のを見ていこうというような形になったので、一部カットを織り交ぜながら、まあカットする部分はして、しない部分はしないでっていうような感じでやってってますが、その続きをやっていきましょう。最近ちょっとね、天候が悪くて、あと俺の部屋がね、単純に防音設備がないっていうのがあって、昼間だとセミ鳴いてて撮れないし、あのマイクめっちゃセミの音入って実況できねえし、かといって夜やるかって思ったら夜はなんか雷雨がすごくってその音入るしっていう感じだったんだけど、もうおかげさまで実況ができたもんじゃなかったっていうね。あー、この部屋ね、可愛いと思うけど、こんなとこが可愛いのよ。キャワイイ。まあこれはね、見え方が違うっていうのが怖いよな。鍵がかかってるだよ。嫉妬深き花。この部屋を調べて、あ、鍵があるんだっけ、どっかに。違ったっけ。あー、これね。おー、あったあった。なんで一人でにピョーンってなってくわ、あ、壊れるかわかんないけど、まあウサギに見えるからイブ的にはウサギが飛んだっていうだけだなんだろうけど。あら、やばいやばいやばい。イブがこのままじゃひどい目になってしまう。触手のような草に襲われてしまう。わかった。今回はね、まあイブじゃねえ、ギャリーにひたすら冷たい態度を取りつつ物をぶっ壊しまくるっていうような感じでやってくから、どこで物壊せるのがあったかな。壊せる道具。大丈夫大丈夫。あー、どこで壊せるのがあったかさ、いまいち覚えてないんだよね。前回のあの鏡のところとかはさ、あったけど、一旦ここもカットしようか。じゃあね、またね。じゃあなんか、壊せるものとかがあったら、そこまでカットいたし、あ、そこまでね、飛ばしたいと思います。というわけで、またお会いしましょう。はい、一旦ね、謎を解いてて選択肢が出てきたんで、今回はまあギャリーのことをね、ひたすら冷たくするよということなんで、ユウのお父さん違うよって言えばいいのにね。知らない人冷たい。あ、そうなの。ここで知り合ったの。そっか。ユウのお母さん優しい。怒ったら怖い。約束ね、叶いそうになかったんだよね、前回ね、あれ見る限りだと。さてさてと、ここを確か、これ壊せんもんな、全部な。あ、なんかここにある。あ、これそうだった、もともと取るんだったね。あ、そのままにしとくんじゃないよ。いやー、あー、机から落とす、大丈夫かな、これ、落とす。エキサイト。いいよ、これはどうせ割んなきゃいけないんだから。よしよし。マネキンの首ね。まあいいんじゃない、3つぐらい壊しちゃったって。いやー、嫌だけどね、何、刺さるっていうのが、破片が刺さるってなかなか嫌だよね。ははは、どうしたお前ら。そんな顔しちゃって。今回はね、もう決めたんだよ。片っ端からぶっ壊すって。もう、なんか発想やばいけどね。名前？ああ、これあったね。ちょっと待って。ゲ
これどっかにあったよね。でもこの名前忘れたわ俺。申し訳ないけどね、普通に忘れてしまいましたな。これさ、ここさ、1回目キョロキョロって出てたっけって思ったんだよね。2回目で謎解きしてて、あれあいつあそこから顔出してたっけ、怖ってなったんだけど、どうだったっけね。あー、出た。一緒に連れてってあげるよ。待ってな、今連れてってあげるからな。連れてってあげるよ。でもね、今回のギャリーちょっとゆぶちゃんにね冷たくされてさ、機嫌が悪いんだよね。あんまね、機嫌の悪い人に対してね、こういうしつこいことをするのはね、良くないと思うんだよね。堪忍袋の方が切れちゃうよ。いやひどい。もう今回性格が悪い。あ、なんだよ、痛いよ。あ、そう、もう性格悪いやつだと思われてしまうね、俺もね。まあでも大丈夫。今回はバッドエンドを目指してるんだから。緑の夜、そうだった。人形の首が転がっている。あなたのせいで首がもげちゃった。いや、蹴っ飛ばしただけだし。別に頭蹴ってないでしょ、胴体蹴っ飛ばしただけじゃないの。自分で首もいだんじゃね。そんなことない。緑の夜だったかな。あーでもどうだったっけ、みーど、りーのーど、これで間違えてた、もう一回確認しよう。ごめんなさい。あれだな、なんだっけな、今ね、時間も見ながらカットと緑、あーのからあれか。オッケー。時間見ながらね、カットするからさ、今やってるんだけども。さあ、ここも、これあるじゃん、一つの。指入れてみようぜ。小さくて入らない、なんだよ。入れたらなんかあんのかと思ったよ。6223。これも使うからね。6223だけ見といて。じゃあ、これで一旦、ギャリーに、バトンタッチだね。これが、お、もう釣り糸が垂れて上がる。早いな。とりあえずここに入って、確かどっかに、色なかったっけ？なかったっけ？ここじゃあない。悟り。まあ、首がもげてる人形なんてもう知らないよと。よし。ここもまあ落ち着いてやっていけば大丈夫。ここにあった気がするんだけど、ほら、そうだよね。サクサク。いやー、あれ、またお前。何？何してるの？何してんの？気になる？俺の方が気になるよ。お前頭だけになっちゃって何してんの？ほんとに。なんでギャリーあれなんだろうね。バラ多いんだろうね。大人だから、やっぱり。
ナイスフィッシング。これで、223と。お誕生日おめでとう。さてと、これでまたセーブをしといて、はい、イブちゃんよろしく。あ、そうだった。ドヤ顔で渡してくれたな。サンキュー、釣り人。さてと、傘あげるよ。よかったね、傘が。もらえて。しかもこんな年下の女の子に。さて、あら、これ今ミスったよね、完璧ね。今歩き方間違えたな。これ今どこまでやったんだ。傘渡して、多分これはやったんだよね、前回これでね、ミスを犯してるから。はい、ありがとう。これで渡して邪魔だな頭この招きの頭邪魔だな、すっごい邪魔だわ。まあ壊したのが悪いっていうのはわかるんだけど、わかるんだけどさね、邪魔じゃん、やっぱりまた壊すしかないっていう、そうなってくるとエンドレス。これでどうすんだっけ、いるいくつぐらい集まったんだ。何の音、あ、ここか。オッケーオッケー、この本でも見とくか。メアリーね、やべえわっていう。知っちゃった知っちゃった、メアリーの秘密。こんなん出てたっけ、多分出てたんだろうけど。あれ、お前またここにいんの、さっきいいもの拾ったあなたにあげないを私の宝物にするの。だったらまた蹴っ飛ばせばいいんじゃない。あら入ろう。あら、まあ拾う、やった、揃った。やべえ。あ、そうだそうだ。ここ、あれだったね。すぐ出ろみたいな感じだったけどさ。出なかったらどうなんだ、ゲームオーバーかな。怖えけど。ギャリーをひどい目に合わせるっていう面では、ここからもう一歩たりとも動かないっていうのはどうなんだ。うわ、これあれだな、もう、あー、音のトーンが、うわー、出てきたよ。あ、あ、いやー、ゲームオーバーじゃない。あー、色全部でも揃ってる、よしよし。じゃ、これで、こっちからか。こっちじゃなかったっけ？あ、こっちじゃないや。ギャリーと合流できるはずだから、だから。よし。回復。で、の、クスクス。どうした？今はちょうど切らしてて、なん、そう、結構好きなのでもなかなか時間がね、気が合うかもしれないわね。まだ入らないよ、はい。
ああ、そういうことか。うわ、ごめんよギャリー、本当にもう。それは初耳だわ。もっと詳しく聞かせてよ。誰にも言わないから秘密にしてるわ、絶対に。信じらんない、本当だもんそれ。お姉っぽい、いちいち本当にダメよ、そういう時はガツンと言ってやらなきゃ。どうすりゃいいの。一人で喋り続けている。なんか変になっちゃってるよ、偽物。いや偽物じゃないと思うよ。おお、どうしたの。いきなり殴っちゃったよ。いや今回きついっすね、イブ。どうしちゃったよ。もう一発。いたーって。おお、でも起きた起きた。まあいろいろあってだよ。ああ。ツンデレっていうか、ツンの要素が強すぎねえかい、今回のイブちゃん。まあ、俺、操ってんの俺だからさ、なんとも言えないんだけど。でもなんか、このイベント自体は悪いものとは思わないんだけど、なんか、名前を呼ぶとか、仲良かった場合ね、今回の場合は、ジャケットをね、そのまま置いて、部屋から出ようとするイブちゃんを見たりしてるから、なんか、なんていうか、イブが、すごい性格だなってなっちゃってるけど、何してたか思い出せない。え、あーまあね、合流できれば。何だったかしら。上の階に階段も見つけたし。そうだね、まあとりあえず先行きましょうか。今回ここまでにしようかな。またちょいと短めかもしんないけど、まあ話的にはね、結構進んでるし、多分次か次ぐらいでエンディングまた2個ぐらい見れんじゃないのかなって思うんで、今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。